はい、どうも、オリックス命の現役教師大キャノンです。負けました、オリックスバファローズ1対5で、北海道日本ハム配達に敗れ、もう3連戦2連敗で、負け越し決定ということになってしまいました。あー、ちょっとね。しかも、まあ、今日は外にはね、まあ、仕方ないっすよ。だって5試合連続いいピッチングしてるんですもん。そう、1勝4敗だったけどね。でもその中で、まあ、すごくたまにね、こんなに打たれるっていうのも、まあ、たまにありますよ、6試合目ですもん、なのでね、細谷には攻められないです。もう本当ね、マルティネス8月は打ってないんじゃなかったのかよ。まあ、9月になっちゃったけど、9月復活ですか。これはちょっと日ハムだいぶ来ますね。2位はほぼ間違いないっていうところで、もう確定ですね。これはエスコンで、まあ、CS が行われるのは実はすごく嬉しいですけど、まあ、ただね、ちょっとオリックスはもうこれで、まあ、ほぼ終戦という感じですかね。もう CS もまあ無理でしょう。まあ、ちょっと可能性はもうねないんじゃないかなと思います。まあ、よっぽど何か起きなければ。きついのがね、楽天とロッテ両方追わなきゃいけないっていうのがね、1チームならね、そこが不調になったらいけるんですけど、2チームいるんでね、どっちもめっちゃ負けるってあんまないんですよね。そっちの、だって確かロッテ対楽天が結構あるんだよ。だからどっちもがすごい大負けするっていうことはないんですよ。なのでまあちょっとね、厳しいかなと思います。ただまあ今日はもう本当に仕方ない。ソタにはもう、だってずっといいピッチングしてたんだから、もうたまに5点取られるぐらい別に攻められないですよ。まあ、とにかくファイターズはね、頑張ってください。もうあわよくば優勝しちゃってください。ソフトバンクはもし絶不調に陥ったら十分可能性ありますよ。なので応援してます、こっちは。まあでも明日宮城くんなんでね、まあ、ちょっと最後1試合ぐらいは勝たせてもらって、オリックス CS へ本当のわずかな望みつないでは欲しいなと思います。まあ、完全消滅するまではまだ分かりませんので、私も応援を続けたいなと思います。ではでは。